今のところうまい要素ゼロなんですけど、もうちょいなんかうまい要素。うまい要素入れてこ。これは後ろ系。プライ強いな。あれがマイナニか。あ、そういう感じ。なんか V スケール強そうだな。あ、それ当たんだ。じゃあ前ジャンプ、前ジャンプに当たんだ。それ使わないんだ。リバーサバックスで。なるほど。あ、これ中段。それ強くね。これ弱中繋がんないの寒いな。これ流走相当うざいぞ。流走相当うざいぞ、これ。流走ムーブを慣れないと。シャガ中。シミ、立ち強パン。シャガ中シャガ。まあ、流走をやるのが一番強いだろうな、今の段階だと。これで無理か。中足処理強っ。あ、え、ダウンしないんだ。へえ。わし V はカウンター確認弱形、あ、弱形か、弱形が繋がるんだ。しゃがっちゃいました。どんな大味な試合これ。流走。流走はでも強いな。中流走強いな。慣れな気はするけどね。対策のあれは。
これマイナニか。もんちゃん寝とる人の上で。シャガ中流層、え、どうなんだろう。めちゃくちゃ運ぶな、これ。めちゃ運ぶな。あ、これかかんない。あ、それ強いな。中段から。俺もそれやりたい。あー、タッチ中パンナ EX 波動大 EX 波動ステップ相当短い。え、でもね、短いことが利点になるときはあるんですよ。言うて。相手の弱攻撃で止められたときに弱弱届かないとか、悪くはないこともあるんだが。出た。わかんないわかんない。流走。いや、流走いいわ。楽しいわ。中流層ってつながんない。EX 流層中段。しかも結構早い。